さんこんにちは、カプリです。今日も化粧をしているカプリです。今日は、職場見学にまた行ってきました。だけどちょっとね、今日はね、なんか乗る気じゃなかったな。なんかね、気分が乗らなかった。なんかそういう感じです。かなえよう願いさん、カプリさんこんばんは。動画拝見しました。私のはいや、はやとちりだったんですね。ごめんなさい。コメント読んでいただいて嬉しいです。ありがとうございます。今日病院行ってきました。最近眠れないことが続いていて、またその眠れないのがいつまで続くのかを考えてしんどくなっています。それを相談したら、頓服薬を追加してくれました。これで眠れるといいな。病気が終わった後に1時間歩いてきました。今日はかなりきつい。暑かったので、いつもは汗をかかないのですが、汗かきながら歩きました、最近はお風呂長めに入ってお腹マッサージをしています。昨日は 500g 落ちましたが、今日は 100g でした。相変わらずもう一つの悩みは、続いて安定剤が手放せません。私も外で人の気配があったり、甲高い笑い声が聞こえると息を吸うのが苦しくなるくらい辛くなります。凹んでしまいます。でもダイエットを続けて頑張っていきたいと思います。猫ちゃん可愛いですね。また動画楽しみにしてます。ダイエット頑張りましょう。頑張りましょう。ダイエットする、でも、かなえお願いさんは、ダイエットはそこまでしなくても大丈夫なような体型だった。体型じゃないかな。私はね、ちょっとね、本当にダイエットしないといけない体型なんです。それと山田涼介君、はてな、なんだろう。なんだろうね。本当ね、今日はね、言ったんですけど、なんか本当ね、施設長さんの話をもういろいろ聞いてるんですけど、なかなか入ってこないんですよ。でもこの季節だからかなって、施設長さんも今日気分はどうって聞かれたんですけど、なんかちょっとモヤモヤしてる、モヤモヤしてますって言って、まあこの季節の変わり目だからねっていう。で、職場の人も休みが多いよっていう風に言ってました。なんかね、気が乗る気しないですね。今2時半ですね。なんか力が入らないっていうかね。かなえお願いさん、あ、ツイッターもありがとうございます。メールね。私ね、あれがないんだよな。体重計がないんだよな。でも体重計に乗る勇気がないんだよね。まだないね。まだないね。体重計に乗る勇気がまだないな。そうね。私って今度ね、来週の10日にその見学じゃなくて、今度体験、ちょっと一日体験でカフェで働くことになりました。そのこと考えると、もう、なんか今日はって感じですね。はい、そういうことでした。コメントありがとうございましたね。またレビューします。じゃあまた、今日は化粧してるよ。じゃあねー。